海西駅は神奈川県足柄上郡海西町吉田島にある小田急電鉄小田原線の駅である。駅番号は O42。従来小田急線が通る市区町村で唯一駅がなかったのが海西町であった。そのため海西町と町民たちは小田急電鉄への要望を重ね小田急線内68番目の駅として開設された。駅名も町名の 改正から取られた。下りホームに設置された新型の案内表示器、上りホームに設置された新型の案内表示器、相対式ホーム2面2線と留置線を有する、地上駅。京上駅舎を有しており、西口、東口の2カ所の出入り口を有する。改札外からホーム階にはエレベーターが設備されている。ホーム上屋は、駅舎付近のみ設けられており、一番ホームのみ、 待合室が設置されている。東側にある留置線は、小田原寄りにあるポイントから侵入することができる。2015年度には、隣の香山駅と合わせて府、水駅、蛍田駅、足柄駅とともに行き先案内表示機の設置が計画され、同年末までに改札口コンコースへの設置を完了したほか、2019年10月15日頃には、ホームに、 LED 式発車案内表示器が設置され、10月17日に使用を開始した。これにより、従来の小型接近表示器は撤去された。開業当初は、香山足柄間の4駅と、同様、ホームの有効長が120メートルとなっていた。このため、2018年3月16日までは6両編成の急行が停車していたものの、10両編成の列車は通過しており、 翌3月17日のダイヤ改正以降は、急行停車駅から除外されていた。しかし、周辺の人口増加に伴い、重量編成の急行を停車させるため、当駅の上り下りの2面2線のホームを、新宿方面に85メートル延伸する工事が2018年より行われ、2019年3月16日のダイヤ改正より当駅に全ての急行が停車するようになり、 加えて一部の快速急行が新松田小田原間で急行に種別変更する形で停車するようになった。乗り場は東側を一番ホームとして、下表のようになる。2019年度の1日平均乗降人員は12,350人であり、小田急線全70駅中60位。急行停車駅では最も少ないが、2019年度はダイヤ改正で、 急行列車の停車復活もあり、前年度と比べて8.2%の増加となっている。改正町の再開発により、駅周辺にマンションや住宅が次々と建てられ、近年は上降人員の増加が著しい。2014年には、駅東側の佐古川に足柄市水大橋が開通し、対岸の大井町方面からの利用者も増えている。近年の乗降人員、 乗車人員の推移は、下表の通り。東口の改西駅前第二公園に保存されている3100系安世社開業当時、駅周辺には空き地が目立っていたが、2000年代に入り、小田急電鉄の主導にて、マンションや商業施設が建ち始めた。東口にある改西駅前第二公園には、2001年より3100系安世社の先頭車が生態保存されており、 ロンちゃんの愛称が付けられている。毎月第2、第4日曜日には、社内が公開される。改正庁役場までは大きく離れており、西口から徒歩約30分であるが、新松田駅から路線バスが運行されている。西口駅前広場から発着している。2009年1月7日までは山地区まで、2011年12月28日までは、新松田駅まで、 2012年1月31日までは、成田空港までの路線バスもあったが、いずれも廃止されている。このほか、イベント時に富士スピード営業のバスが、富士急湘南バスにより運転される。富士急湘南バスの改正駅への乗り入れは、この臨時バスのみであるが、富士急単独のバスポールも設置されている。なお、改正アジサイ祭りなどのイベント時、特急ロマンスカーが当駅に、 臨時停車することもある。ありがとうございます。